皆さん、こんにちは。今日は7月17日の、運動術通信をお送りしています。で、今日の記事は昨日に引き続きエコノミストの6月17日の記事で、緊張緩和の兆し、米国ロシアは従来の大国外交に戻る。バイデンとプーチンは彼らのサミットから得た具体的な利益は小さいが充実しているということで、昨日の続きですね。問題はプーチンがイデオロギーや党の階層構造に凝り固まった最も重要なことだが、第二次世界大戦の共通の勝利者としてのソビエトのようなリーダーではないということだと。彼はむしろソ連崩壊の産物だ。彼は暴力的な秘密諜報機関に君臨する泥棒政治の国家を取り仕切っている。この政権はイデオロギーよりも富により富により関心を持っていて、アメリカとのグローバルな競争よりも政権自体の存続に没頭している。これは昨日も言いましたように、ロシアは今自分の国の政権の安定にプーチン一生懸命なんですね。ましてロシア国民の利益に対しても関心はない。この政権は無秩序の中で栄えている。近隣諸国を侵略し、政敵を毒殺し、西側諸国に対してネットや情報戦争を行ってきた。プーチンはロシアの偉大さを回復させると話をしていて、一方で彼の仲間に資源の略奪を許している。危険なのはバイデンの手厳しい言い方は手厳しいアクションの前兆というよりかは手厳しいアクションそのものでだということだ。その点でこのサミットの始まりはその成果よりもより具体的なことがこれから起きるのかもしれない。ただバイデンはプーチンに対して、サイバー攻撃とか、自国に関係するのはサイバー攻撃ですよね。クリミアとかドンバスっていうのは直接関係ないわけですよね、ウクライナですから。それとやっぱりロシアがやってるのはナバルニーっていうね、野党の党首の殺害っていうのは人道主義に反してるというか、結局アメリカに直接関係ありませんから。だから、サイバー攻撃に対してどう対応するか、具体的なアクションが結構その手厳しいことになるのかっていうと、この著者が言ってるのよくちょっと分かりませんね。3月はバイデンが政権を取って2ヶ月が経過したんだが、この時ナバルニーがロシアに戻って収監された時だが、バイデンはプーチンを殺し合ってるんだと。その時そうですね、ナバルニーを殺しちゃったんで、プーチンはニヤニヤ笑って不吉な意味を込めてバイデンに健康を祝福し、テレビ会議をしたいと言った。バイデンは今週末はいや他にやることがあると言って断った。数週間後にプーチンはウクライナの東側の国境地帯に大軍を集結させた。同時に彼は国内地方組織に対してナバルニーの動きを封じ、重大な異議を唱えているロシアの政治の力関係を除去するように指示した。こうして反体制派の人たちは国外に逃亡した。プーチンはいくつかの独立メディアを束縛して拘束してですね、彼らを外国の手先と呼び、そのメディアへの広告企業を追い出した、追い払った。ワシントンへのメッセージを強調するためにロシアのスパイはプーチンを批判するアメリカの人権団体やシンクタンクへのハッキングを行った。ロシアのウクライナに対しての戦争の挑発にバイデンは注目している。そこで彼はサミットを示唆した。プーチンの慢心に譲歩すれば彼が問題を起こさなくなるだろうとか彼の政権は予想した。一方で民主主義の熱意とグローバルな指導力の新たな手法を示そうとした。そういうことをしてもプーチンとは多分動かないと思うんですけどね。そこら辺のバイデンの意図がちょっとよくわかりませんけど、とりあえずそういうことですね。